滝沢秀明の逆襲が始まった、とべ、が火事を切るジャニーズとは別の意外な道。滝沢秀明が運営する芸能事務所、とべ、が日本の芸能界において驚きと興奮を巻き起こしています。この事務所は、ジャニーズ事務所とは一線を画し、自由な発想と新しい手法で活動していることで知られています。 滝沢は最近自身の TikTok アカウントを通じて海外で活動できるかは皆さん次第です。とコメントしました。さらに、三宅県、平野市用神宮寺雄太の参加が発表され、飛べの未来には大きな期待が寄せられています。本記事では滝沢秀明が築き上げた飛べの新たな道について探求していきます。 1> 第1章、滝沢秀明の新たなビジョン。滝沢秀明は、ジャニーズ事務所を退所し、自身の芸能事務所、とべ、を立ち上げました。滝沢によれば、彼の目標は、若手タレントの育成と海外での活動の可能性を追求することです。とべ、はジャニーズ事務所とは異なるアプローチをとり、無料で視聴できる動画の拡散を積極的に推進しています。 滝沢は BTS のようにファンを宣伝の一翼として活用する戦略を採用しています。この新しいビジョンは、広末涼子の不倫騒動やジャニーズの性加害問題など、芸能界の不運児たちの動きが収束した今だからこそ実現できたものです。2> 第2章、三宅県の加入と舞台へのこだわり。滝沢秀明と三宅県は長い間舞台を 共にしてきた親友です。滝沢が裏方に専念する一方で、三宅はプレイングマネージャーとして活躍することが予想されます。滝沢は事業拡大のために収益を生み出すファンクラブを運営するための人材を必要としていました。また、三宅の加入により、戸部は舞台俳優としての影響力を高めることができます。 彼らのコンビネーションは、戸部の成長と成功において重要な要素となるでしょう。第3章、平野様と神宮寺雄太の海外活動への意欲。滝沢の戸部への参加には、平野様と神宮寺雄太も同行しました。彼らは海外での活動を望んでいましたが、言語の壁や契約に関する不安から一歩踏み出せませんでした。 トベは彼らにとって新たなチャンスであり、滝沢の導きのもとで安心して成長できる環境を提供しています。また、平野仕用のインスタグラムアカウントはフォロワー数がすでに297万人を突破し、彼らの人気と影響力は増大しています。第4章、若手タレントの育成と新たな展開。 のの最大の魅力は滝沢秀明が若手タレントの育成に力を入れていることです。事務所は韓国の芸能事務所の手法を模倣し、デビュー前から注目を浴びるためのオーディションや配信を行っています。滝沢自身は表に出ることを避けていますが、三宅健が審査員として出演し、才能ある若手たちを見つけ出す役割を果たします。 このような取り組みは、とべ、が芸能界において新たな風を巻き起こす可能性を秘めています。滝沢秀明が運営する芸能事務所、とべ、は、滝沢の新たなビジョンと戦略によって芸能界において注目を浴びています。とべ、はジャニーズ事務所とは異なるアプローチをとり、自由な発想と革新的な手法で活動しています。 滝沢の親友である三宅健の介入や平野市耀、神宮寺雄太の参加により、飛べの存在感はますます高まっています。これからも滝沢は若手タレントの育成に注力し、飛べが新たなエンターテイメントのスタンダードを築いていくことでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。